よし、行きましょうか、じゃあ。今回からサイキック編やっていきたいと思います。あ、ちょっと待って。OK だな。よし。陰陽編と、あ、そう、ここでね、主人公がマリちゃんに入れ替わるんですよね。陰陽編と底無辞編がちょっとインパクト強すぎて、正直サイキック編そこまで覚えてないんですよね、内容。いきましょう。おじがそう言った。力のせいなのだ。力。ああ、サイキック。わらべ歌だよ。もうなんか小林さんがなんかもうあれだもんね。あ、敬語になってる、普通に。まあ、あれ、普通のあれですよね。正規ルートをたどってきたんで。正岡、慎太郎。あんなものまで。カニコね。奇妙な。デジャブ。ね。歌詞も曲も正確に覚えているようなのだ。なんかあったんですかね。マジで覚えてねえな。逆にでも新鮮でいいっすね。弟とガキん頃やってたんですけど、終盤、なんか BGM が急になくなって、なんか最後まで、何も音なんないねっつって、こういう話なのかって思ったら、配線 接続部が緩んでたらしくて、それだったっていうのは覚えてますね。それがサイキック編。あんまりだから、終盤の 思い入れがそんなにないのは、そこのせいかもしれない。しっかりね、やっぱ、つないどかないとね。そう、この間もね、なんか急に、イヤホンで聞いてたら、左の音聞こえなくなって、あ、これ、もしかして、イヤホンいったかなと思ったら、テーブルに猫がよく乗るんで、蹴られたらしい、その時に。のんなっつってんだけどね。あれはもう去っていた。小林さんがなんかもう全然キャラ違うよね。サイキック。これがもう10年戦士ですよ。このゲームも。10年じゃねえか、20年か。いやー。2002年発売なんでね。当時ガキの頃の俺はね。プレステ版でやったかまいたちの夜が初めて触れたかまいたちだったんですけども、おお、2出るんだと思ってね、伊集院がやってたのね、深夜のね、番宣番組が面白くて、おっしゃ買うべっつって、まあ、金がなかったんでね、当時 若かったんで、中古で安くなってから買ったんですけども、面白かったですね。伊集院の新刊はこの間さ、YouTube で見っけて見たんだけど、面白かったわ、やっぱ。伊集院光、やっぱ話おもろいっすね。暮れにでもパワハラ問題起きてたって知らんかった、俺。ラジオのやつだっけ？なんかあったみたいですね、いろいろ。加山さん。サイキック編なんかね、
なんかスパイ編思い出しますね、前作の。まあ、ものは全然違うんですけど、なんか雰囲気というか、うん。口を濁した。うん。ああ、全然覚えてねえよ、この辺とか。まあ、マリちゃん視点ってのはやっぱ新鮮ですよね。あんまりないからね、かまいたちシリーズでも。っていうか、プレステのあれじゃね、おまけシナリオぐらいじゃねえか。あの、選んだ順番でね、犯人が変わるっていうね。うん。知らんかった俺、この間やったけど。うん。まあ、犯人候補4人いるんですけど、だから全員が犯人になり得るっていうね、面白いシナリオでしたね。ショートストーリーなんですけども、うん、まあ、あのシナリオの周り俺あんま好きじゃないんだよな。なんか乱暴というか。不穏な BGM。 まああるあるっすよね、電話つながらないわ。うん、殺されさ、うん、おお、点がついてますな。伊集院ね、深夜のバカ力好きですね。あ、試練好きみたいで、そう。試練の話がすごい面白かった。あとはコナミかな。コナミに怒られたラジオ。弟に教えてもらったんだけど、切り抜き。めっちゃおもろかった。コナミに怒られたラジオ。あれはすごかったな。まあ、怒られるよね、それはって思ったもんな。そもそもね、確か自分のラジオで、その若手なんか、そう、若かった時に、か、音は切りとか面白いんですよね、みたいな言って、それチューンソフトの人の耳に入って、で、お仕事もらったんだっけ、それで。かまいたち2の、それが俺がガキン頃に見た特番だったのかな。それからなんか結構、仲良くやらせてもらってるっつってたからね。いやでもかまいたちとかも新作欲しいな。今スパイクさんとくっついて推理物っていうか、まあ脱出なんだけど、ゼロエスケーパーでもめちゃくちゃ面白かったな。かまいたち新作出ねえかな、マジで。やりてえな。3が難しかったのは覚えてんだけど、3の内容多分サイキック編より覚えてねえんだよな。1回しかやってねえかんな、3。そもそも脳筋なんで、まともに推理ができる人間ではないんで。まあ、全部クリアしたら年寄りにやらせよっかな、かまいたちの夜。気が弱い。ああ、私に任せて。こいつ脳に直接みたいな。ああ、本当にさ、あの陰陽編と、え、なんだろう、このゲーム陰陽編と底虫編と妄想編と惨殺編はめっちゃ覚えてるんだけど、他のシナリオはなんかあれなんだよ、やったはずなんですけどね。やっぱ濃いんだろうな、内容が。
これどうしよう。どれがいいかな。いやでもここで言うのはあれじゃ、一応黙っとこうか。ここは黙っとこう。力を秘密にしておく。確かにその方がやりやすいだろうね、いろいろ。なるほど、これは U が正解なのか。新 BGM。紳士。あ、前作のアレンジかな、これ。駆け引きのない彼。まあ、ストールは実直だよね。超能力、まあイメージは確かに、おお、少年のような反応だな。ガラスケースの中に、ああ。なんかあれだよね、500円を通すみたいなやつとかもあるよね。あのグラスになんかポンっつって、なんか下になんか出すやつ。ものの記憶。あれサイコメトリー、わかりますぞ。エイジ読んでたかんな。まあなんか殺人事件とかなんかそういうあれにいいよね。サイコメトリー能力。おあつらえ向きっつうか。いや、サイコメトラエイジマジおもろかったかんな。あの、マガジンで昔やってたシリーズは全巻持ってますね。エイジ。カンナビスが好きです。ものの記憶。ヌーベイにもあったっけ。なんかあれは石の記憶か。6巻にありますね。ヌーベイはさ、あの幽霊とかだけじゃなくて、そのなんだ、超常現象とかさ、なんかその都市伝説 なんだろうな、そのあとはなんかさ、難しいやつ、あのパソコンのゲームのキャラがさ、意志を持ち始めたりとかさ、だからそういうのもやってくれたからすごい良かったよね。手広くやってくれましたね、オカルト系全般というか。ヌーベー読みてえな。てかまあベルセルク読まないといけねえかんな、俺は。とりあえずまだベルセルクを1巻から、まあ、ベルセルクとかもね結構特殊な漫画で、そう、話が3巻まで進ん、そう、3巻まで普通に淡々と進んでいくんですけど、それはまあ多分ガッツっていう人間の紹介みたいな感じになると思うんだけど、それから4巻からかな、過去編に入って、それからね、14巻までね、過去編なんですよね、確か。そう。14巻、その先からあれかな、断罪の塔とかその辺に入るんだけど、過去編がマジで超長いっていうか、他に何かあるかなと思ったら、天上天下とかもそうだったんだよな。割と、あれ4巻ぐらいから、3巻4巻ぐらいから過去編入るんだっけ。あれも月刊だったかな、あれな。長かったかな。で、8巻ぐらいから戻ってくんだっけ。サイキックパワー。
アイダホポテト。これはもうここまで行ったんだったら打ち明けようぜ。うん。アイダホポテト。もっとすごいこと。マリーのことをエッチな目で見た、見れなくなっちゃうね、じゃあ。なるほどな。まあ、自分でもなんかあれなのかな、抑えきれないとか、半年ほど力が消えていた。ああ、うん、あれ、このゲームってあれ、マリとペンションシュプールっていうか、まあ前作の時はじゃあその時は抑えられてたのかな。どんくらいだったっけあれ、時間軸って。まあいいや。なんかいろいろ出てきた。嫌な人間に見える。ああ、そういう風になるのか。こういうとこ好き。うん。素敵に見えるはず。ああ、なるほど。その人の、思い方次第で見え方が変わっちゃうってことか。これあんまりないパターンですよね。確かし。ベッドの並んだ小さな部屋。施設じゃない？その、なんだろう。まあ、超能力を持った子供たちを育成するみたいな。なのかな、この話の流れ的に。足長、綺麗、細っ。マリアン、理想の彼女だよね。彼女ではないんで。比較的彼女に近い女の子友達的なポジションだよね。かまいたちの夜のマリアンのポジションって。こいつはなんで付き合ってないんだろうなっていう。トールのあと一歩が踏み出せない感がいいんですけどね。遺体はどこに行った、どこにやったの。ああ。触っちゃいけないんだよね、確か。なんだっけ、なんとか現場保存みたいなあれだっけ。あー、そっかそっか。例外。あー、確かし。まあでもアイダホポテトが鳥側になるとはな、このサイキック編の。完全にネタだろうって、バッテンデンになるのかなと思ったら、あ、これでこのショーに突入するんだっていう。ポテトヘッド、うん、匂いとかすごいだろうな、鼻押さえてんな。
剣山。お、懐かしいこの BGM。 スパイ編じゃないですか。ロープを張ってそれを伝ってこの部屋に侵入する。うん、10メートル。なんかでもサイキック編だからなんかありそうだけど、ね、なんか冬とか。うん、まあこれはメインシナリオも出た話ですけど、うん、そうだね。気球。うん。正岡。なんかあれだな、カオスヘッドとかにありそうな。カオスヘッドはね、2、3週ぐらいしたのかな。あれ面白いですからね。ただカオスチャイルドかな、俺8章がトラウマすぎてもう二度とできないんだよな、あのゲーム。多分俺ゲームやって吐き気覚えたのってあんまりないんだけど、涙出てたね、あれプレイしながらやってたんだけど、なんかもうすごかったわ本当に、あのゲームは。トラウマレベルは相当高いっていうか、俺多分自分がやったゲームで一番じゃないかな。あとはあれかな、やっぱ養老のやっぱあのだるま女があの獅子解体されるところとかも結構すごかったかな。生々しいんだよなあらな。うん、すごい話でしたね。まさかでも続編が出るとはな。かまいたちの夜もさ、なんだっけ、リンネか。キャラクターの絵がさ、ついてさ、発売されたんですけども。あれもね、シルエットだからっていうのもあったんですけどね、一作目って。あれ、イラストでさ、そう、ちょっと彼女の頭が潰れたりとかさ、なんか目ん玉ぶっ飛んだりとかがさあるみたいでさ、俺できるかなってちょっと思っちゃったかんな。イラストなんか可愛らしいイラストだから、しかも、うん、 PC 版あるみたいなんでワンチャン。ビータもあんだっけ、ビータが先に出てその後に PC 版出たんだっけ。プレミアとかついてなかったらちょっとやりたいな。ん？サイコメトリー。あ、動かせる。いや、ここ大事だよな。ここが俺怪しいと思うんだよな。ちょっと一番怪しい。あ、すいません。ほんとすいません。なんか他にいないのかな。足、股間は見れんかったっすね。お客様申し訳ありません。あー、コーヒーかなんかこぼされたのかな。ここダメなんす、ここ。これあれか、さっき流れてきたやつか。なんか子供3人いるよね。子供なのかわかんないけど。なんか布団に3人。一緒か。これ飛ばせねえのかな。飛ばせないのか。うん。ここ出なかった。ここ。これちょっと気になる。お腹。全く。
奥さん、ここいらっしゃいませ。あ、そういえば街、俺途中だったか。街やろっかな。服を買った時の頭かな。あれ、今シュプールの、お、お、ミッキー、ちょっと待ってくれ、ミッキーモード。大事なとこやってなかった、この切られたとこ。あ、ダメなんだ。やっぱじゃあここでもなんか 2パターンあったよね。うん、とりあえずこれで三木本が来るのか。これはなんかありそう。うん、2回聞かれた。血まみれの、神曲。うん、ニヤニヤ。笑いを残すとか、クックって感じか。うん、まあ共犯、彼女は、ああ、いや、煽るね。こういうパターンの三木本の強キャラ感やばいよな。うん、まあ確かにな。これはまあ確かに一理あるっちゃある。嫌な顔だったんだろうな。うん、朝食の用意。うん、6人。少ないっすよね、やっぱ。うん、円環の断り。うん、ベーコンエッグ。
気晴らしに。まあとりあえずこっちかな。うんうん、見っちまかんな。なんかあんのかね、考えでも。うん、殺されなければならない理由か。まああれだよね、通常ルートだとまあクズだったからな。川村あき、うん、まあそうだろうな。うん、ずっと昔から。これなんかの伏線なんですかね。また新 BGM。 うん、以前どこかであったような、なんかあんのかな、そのなんか研究所みたいなあれでみたいな感じなのかな。うん、運命的な。かわいいな、トール。ん？誰だ？村上。珍しい二人。こわばらせた、思い出した。あ、何のこっちゃようわからん。うん、確かし、うん、あの感じだとなんか知ってるね。うん、王の形に。ん？コイン？バッチ。ああ、いたいたいた。これは正岡の出てきたよね。うん、
え、マリだった。やっぱなんか研究所とかのあれなんですかね。研究員だったとか、正岡が。もののけ。ん？鳴き声が。え、これは確かなっちゃんがやられた時の流れも。今回もか。両目が潰されて顔が血みどろ。ああ、首絞めではないのか。むごい。両手首がもう、うわー。ジョログも手足もがれて、かかってなかったんだ。ああ。ああ、これは知ってる流れなのか。これはさすがに。小林さん、辛いだろうな。
うん、ガンツフェルト症候群出てきてたね、読んだかと。うん、ミネルヴァ社、うん、薬品会社匂うね。うん、愛護園、うん、養護施設か。身寄りがない。ああ。歯車。なんかあるな、これは。濁すね。あー、やっぱそうだよね、この感じだと。ん、これはフクロウ、そうなんだ。フクロウだってやっぱゼルダの伝説を思い出すんだろう。第二次成長期、神経障害、完全な場、超能力、チャールズ・ホノートン、うん、視覚触覚、うん、トランスパーソナル、うん、ああ、としおさん、
おっと、あー通るってことは、じゃあみどりさんもスパイってことか。なんてこったい。一応どうしたの、縛り上げたのかな。うん、なんだ。う、でもキヨさんはいる。トム、つとむか。こいつはなんで笑ってんだ。恵子ちゃん、ヤマンバ、茶番、うん、女しか残っていなかった。ミネルヴァの犬、なんだこの強キャラ感、やべえ。ヤクザ、化け物。わあ、出た。なんで縛ってかなかったんだ。いやでもその緑、うわあ、姉さん、
姉さん。不可思議の力。ミッキー、急展開すぐる。あーなるほど、実験であれなのか、体がなんか急激に老化してみたいな、なんかアキラみたいだな。この間ちょうど見ました、面白かった。ミネルヴァの関係者さ、あうん、やっぱなんかスパイ編感ありますね。うん、結局ね田中以外は全員って感じだったからな。春子さんがかっこよかった、マシンガンとか持ってなかったっけ機関銃、うん、あ、ショットガンだっけ、マシンガンは緑さんだっけ。夏美、被験者番号、あ、加山さんがそっか知らない、加山さん、あー敏夫さんももう、みどりさん、なるほど、記憶を消してみたいな。道はそういえば一本道っすね、このシナリオ。全然選択肢出てこないから。うん。ただ、あの、正岡、サイコメトリーした時の、もう一個の方が気になるな。ああ、バットか。しまった、こっちじゃなかった。というわけでどうしようかな。キリがよくはないかな。まあとりあえず。こんぐらいにしとくか、うん、いやすごい話だったな。続きが気になるとこですけれども、今日はこれまでにします。ありがとうございます。